NG 設定しすぎ、 NG ワード解放やだよ。元カノの名前ばっか言われる。ファンタスティックアリアンス、いいんですか。ありがとうね、めちゃくちゃ投げてくれる、ありがとうございます。1172号、 NG ワードなってるよ、ちゃんと NG 入れると、まあそれなりには流れてるけど。テンション上げてください。リーちゃんありがとうね。テンションか。リスネから年上彼女、立候補あります。立候補。あ、ニナビからありがとうね。全部解除してみる？したら荒れるんじゃない？割と、うん、俺もう書き消しちゃってるから。いや、花火じゃなくてもいいんだよ。ありがとう、ありがとうね。勝ててくれたんだね、10個。あー、金の花火ありがとうございます。気がつく人ありがとうね。くるちゃんの顔色心配。あんだけほっつき歩いて遊んでたら仕方ないよ。立候補ゼロ、モテないんだよ。だからもう一回ガチ恋作らないと。ユマラと付き合ってガチ恋がいなくなっちゃった、残念なことに。あー、ファンタスティック、よっしゃー、ありやすー、来た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 。あー、20個ありがとうございます。センキュー。くるちゃんの会を狩りに頼めよ。うるせえぞてめえな。あ、でもイベント最終日ってあまりにもぶっちぎるとこういう展開になっちゃうよね。11位まで来た？金欠で？じゃあ投げなくていいんだよ、アイテム。ありがとう。お金なかったらね。無課金で、普通にコメントしな。無理しないでね、無理は。弾やばいぞ。なんで今更ぶり返してんの、こいつは。してません、ミラー。音声聞こえてます、みんな。聞こえてないよ。それ、これこれさんの。めちゃくちゃ荒れてるじゃん。聞いてんじゃないの、みんな。通報しました。これ配信落ちちゃうね。キャスミラーしてた。初見です。ありがとう。ありがとうね。で、俺もコメントしよう。俺もコメントする暇だから。
今私が送った方の動画じゃなくて、ミラーしながらミラーを通報してるんだけど、ね、その後ってあります。なんか私に、俺はミラーしてるんだけど、ミラーしてるタマちゃんを通報するっていう、でなんかこのあの奇抜なアイデア、斬新じゃない？ちょっとそこがまだ分かんなくて、ミラーは禁止なんでね。いやだからどっちかなって、それや取り上げてくれてたんで、もしかしたらフワッチはミラー禁止なんで通報します。あ、お願いします。シャンパンを王子が後ろからバッてきて、シャンパンを無理やり私の口に突っ込んで、であの背中をその後思いっきりバンって押されて、金取りたいから50万取ったのに激突したとかで、してません、確認してくださいよ。じゃあ本人が、これはどういうことなの、これは。ミラミラうるさいよ。この前の事件をまたこれこれに情報提供してるってこと？レベル低いんですか？これリスさん。お前が一番レベル低いよ。え、じゃあ聞いてください。私の配信見てみたらわかりますよ。聞こえてねえだろ。嘘つくなよ。イヤホンしてるから。金の花でありがとう。聞こえてるわけがない。なんで弾落ちないの？15分だね。今。多分15分付近で落ちると思うよ。今なんですよ、うん、はい、今、あーまだ58分か。通話しちゃってたんで。いや、普通落ちるけどね。でも配信の音っていうか、うん、通話の音が入っちゃってたんで、今イヤホンしました。すいません。なんでこんな叩かれてんの。これ誰か説明できる人いる？どういう経緯があって。あ、木の風船ありがとう。ありがとうね。あ、通報しろってこれこれが言ってるんだ。なるほどね。まあ正確にはフワッチのミラーはねまだいいんだよ。でも外部サイトはねアウトですよ。次はネット王子から示談金取ろうとしてるんでしょ。悪い女だね。ね。配信で稼げないから、そうやって悪知恵働かしてね。当たり屋だね、当たり屋。完全に。よかった。俺ね、タマちゃんだけはね、手出してないんだよ。タマちゃんとか爆走はね。あのやれたんだけど、うん、ゼロワンも気をつけて。いや俺はねそんなにもう二度と関わんないし、これこれさんもネタないんじゃない。こんなさフワッチ配信者のねそんな取り上げるぐらいだからネタがないんでしょ。40数、いやわかんない。タマちゃんは謎だよ。実際会うと結構若いような気もするし、いつも太ももとか出してピチピチだからちょっと若くも見えるんだよ。これたんバカに、すいません、してません。尊敬してます。これリスさん仲良くしてください。すいません。これたん下げるの、はい、すいません。敵に回しません。うちにもねあのこれたん見る人多いんで、はい、で一応あの共通があってお互い毛深いんで、俺も取り上げられたことあります。ちなみにまあコレタンから始め、確かに取り上げてもらって、まあ閲覧がね2000人ぐらいいったんですごいでしょう。でこいつ面白いなって言われて、なんか憎めないな。うん、全然叩かれなかったよ。これです、ね、面白いって言われて、
ゼロワンの名前の由来は、ゼロから一歩を踏み出すってこと。ゼロ一、ゼロワン、踏み出す勇気って大事だよね。俺は配信が好きだった。だから仕事を辞めた。一歩踏み出したよね。みんなだってそうだよ。ゼロレスになろうと一歩踏み出してる。そういう集まりだから。勇気を持って俺を応援してほしい。最低で最高の配信者、ゼロワンを。うちのリスナーって、いろんなこと言われるかもしれないけど、一緒に戦ってほしい。で、アイコンはシャリツブくんです。にわかリスナーに説明しとくよ。ご飯が好きなんで、自分で書きました。シャリツブくんって名前をつけました。かわいいでしょ。20個ありがとう。ありがとうね、匿名さん。一歩踏み出す勇気は誰よりもあると思ってる。この前の赤津のこともそうだし。勇気を持った配信を心がけてます。はい。どうでしょうか。あ、ふみはナイス。センキュー。つけん。ゲルマルが書いたのはラジオで使ってるやつ。あのゼロラジやってる時に使ってるやつね。あーマンスリー何あれだやつ。今月1位目指してるんでね。はい。1位。三浦くんとか大山さんが今いないからチャンスで、先月サプリくんがマンスリー1位になってるんで、今月はワンチャンあればなって。まあ正直もうゼロリスはだいぶ投げてるんで、新規のリスナーさんに投げてもらわないとね、きついと思うけど。うん。たまミラーやめたら閲覧すごい減った。そりゃそうじゃない？たまちゃんなんて普通にやってたら閲覧なんて低いんだから。あ、カメラ待ってたら投げてね。こんばんは、いらっしゃい。あんたが1位になってうちらに何かメリットあるの？あるに決まってるでしょ。メリットを見出せない人は応援してない人。応援してる人が1位になったら嬉しいでしょ。違う？みんなで応援して1位にしてあげたって誇らしく思えんじゃん。メリットを見出せない人は俺のこと嫌いなんじゃない？そうでしょ。面白かった？何が？あ、俺もうとんでもないこと考えちゃった。このイベントって何位まで？何位で入賞？とんでもないこと考え、思いついた。3位？来る何位今？4位？行くか？来る応援しに。配信終わって。応援しに行くか、みんな。どう？一応俺言うても俺の元嫁じゃん。元嫁じゃん。ねえ。ドン引き？リスナーさん怒るの？いいじゃん、ちょっとあと30分応援してみて。で、バカにされたらつけるよ。あの、迷惑そうならね。うん。嫌なの？そういうの寒いの？いや、3位にね、してあげたらいいじゃん。俺にしかできないことだしね、イベント最終日に。俺らしくない。どう？滑ってる？望んでもないか？やめとくか？そんな寒い？ああ、ゼロリス散々バカにされてたのに、確かに。クルちゃんは言ってたね。ゼロリスはガチ恋のババアしかいないって。あそこのリスナー頭おかしいって言ってたもんね。
みんなガチ恋のババアなの？違うよね。うん。ガチ恋のババアしかいないの？そんなことないと思うけどね。違うよね。ガチ恋じゃない人もいるよね。ひどいよな、人のリスナーをね。クルチャーのリスナーなんて迷惑配信喜んでる非常識なリスナーしかいないじゃん。俺から言わしたら、俺言うて最近迷惑配信してないし、ずっと。3位と1万差？バイ出ないな。元気になってありがとう、しっぽり。みんな本当ありがとうございます。ナイス。花見さ。来るを応援しに行く。異論は認めない。嫌いになるならなればいい。俺は元嫁を見捨てられない。俺が3位にしてやるよ。3位じゃない、ひどんな抜かしてやるよ。ついてくるやつはついてこい。異論なんて認めない。イベント1位ありがとうございました。少し早いですけど、元嫁応援しに行く。じゃあな。